然ですが、こちらの写真をご覧ください。次に、こちらの写真をご覧ください。お分かりいただけたでしょうか？見比べてみると違いがよくわかります。明らかに1枚目の方が緑がかっていますよね。つまり結論としては、ビデオカメラが浮かれています。他の写真ももちろん全部緑がかっています。もう嫌だ。もうここまで来ると新たな信号機がこの世に精をあげます。ということで、お知らせです。ビデオカメラのホワイトバランス調整を試すだけ試してどうにもならなかった場合は素直に返品することにします。せっかくいいビデオカメラを購入できたと思ったらこのざまで、なんとも言えませんね。